最高裁判所は東京都千代田区早部社長4番2号にある日本における司法府の最高機関。日本国憲法で存在が規定され裁判所法に基づき構成される。略称は最高裁。最高裁判所は日本国憲法が施行された1947年5月3日に日本国憲法及び同日に施行された。 裁判所法に基づき設置された日本の司法機関における最高機関である。最高裁判所裁判官は、最高裁判所、長官1名と最高裁判所、判事14名の15名で構成される。最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び、司法事務処理に関する事項について、最高裁判所規則を制定する権限。 下級裁判所裁判官を指名する権限、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する権限を持つ。最高裁判所における司法行政は全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている。最高裁判所は日本国内の裁判事件の上告及び訴訟法が定めている広告について、 最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する、終身裁判所となる。このため、最高裁判所は、憲法の番人と称されることもある。最高裁判所大法廷、最高裁判所は、最高裁判所長官、大法廷、小法廷からなる、裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。 司法行政部門は、最高裁判所事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所、最高裁図書館、及び委員会、検討会等で構成されている。最高裁判所においては、書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない。最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。 最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がその任命を認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である。最高裁判所の機稿図裁判部門は、最高裁判所長官及び最高裁判所判事全員で構成される大法廷と最高裁判所の定める人数の最高裁判所裁判官で構成される小法廷があり、上告及び 訴訟法において、特に定める広告について裁判権を有する。また、当事者の主張に基づいて、法律、命令、規則または、処分が、憲法に適合するかしないかを判断するときは、前後の場合を除いて、法律、命令、規則または、処分が、憲法に適合しないと認めるとき、憲法その他の法令の解釈適用について、 意見が前に最高裁判所の下裁判に反するときについては、小法廷では裁判をすることができない。最高裁判所の裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査に付され、審査から10年を経過した後の衆議院議員総選挙の際に再審査に付され、その後も同様とすると定められている。 あらゆる事件を扱うために民事、刑事、行政の各分野に分かれて法廷を補佐する最高裁判所調査官が配置されている。最高裁判所調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁は裁判官が15人と少ないため、最高裁判所調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、 法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がないと判断される事件をスクリーニングしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。最高裁判所の司法行政権及び規則、制定権は法律上は、 裁判官会議の議決により行使されるが、これを補佐し、最高裁判所の処務を執行する機関として、最高裁判所事務総局が置かれている。各委員会の審議に基づき、裁判所における訴訟手続きや司法事務処理に関する事項等について、最高裁判所規則を定める権限を有している。ただし、規則の公開は、一部分に限られている。実質的には、 日本国内の下級裁判所を統制する、司法行政部門である。法令や最高裁判所規則に基づき、委員会、研究会、検討会、懇談会が設置されている。公開されている限りでは、2015年9月現在、次の通りの委員会等が存在する。裁判官、検事、弁護士の放送三者を要請する機関である。 裁判官以外の裁判所職員の研修を行う機関である。国立国会図書館の支部図書館であり、国内外の法律関係の書籍を蔵書している。最高裁判所庁舎の4階、5階、及び屋根裏階に位置する。特別利用者と一般利用者との区別があり、2015年9月現在、一般利用者に許可されているのは閲覧と当社のみであり、利用するには、 予約が必要である。戦後は日本国憲法により裁判官の給与は在任中減額することができないと規定された。裁判官はかつては公務員の中で最も給与が低い部類に属していたが、1947年の山口義太が判事の餓死を背景に引き上げられた。最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一を図る。 最終審の裁判所として設置されている。裁判所法4条では上級審の裁判所の裁判における判断はその事件について下級審裁判所を拘束するとされているのにその判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは他の事件に対してもその判決が持つ価値体系整合性によるとされる。 最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して損する権威の繁栄として裁判所の権威が存在するからであり司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威を与えるためと説明される 最高裁判所の判決が判例としても強力な権威を持つことは判例違反が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に、最高裁判所の下裁判に反するときは大審院当時の司法実務を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならないとするなど、 法制上においても前提になっている。最高裁判所の判決文には判決となった多数意見と別に裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある。個別意見には一般に補足意見、意見、反対意見がある。日本では判例集の編纂は最高裁判所自身が判例委員会によって行っている。 原則月1回出版されており、最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集等がある。ただし、訴訟法に関する判例集や解説集、作品は裁判所からも法学会からもほとんど出版されていない。裁判所公式サイトでは、最高裁判例集、高等裁判所判例集、下級裁判所判例集、行政事検査判例集、 労働時検査判例集、指摘裁判判例集を検索することができる。裁判所、法6条の東京都にこれを置くという条文により、所在地が規定されている。現庁舎は建築家、岡田新一によって設計され、1974年に竣工した。建物は日本建築学会賞を受賞している。庁舎名番、 最高裁判所の漢字表記は通例常用漢字を用いるが最高裁判所庁舎に掲げられている名板には最高裁判所とはしご高で書かれている。略称は一般には最高裁が通用するが放送会ではさらに簡略化し最高王とも呼ばれる。また庁舎が三宅坂に面していることから所在地より三宅坂という通称もある。 このほか、庁舎の特徴的で威圧的な外観や、行政権力者側に偏った裁判の運営方針などから、放送関係者や法律学者からは、揶揄的、否定的な意味合いを込めて、祈願状、祈願状などと呼ばれることもある。また大法廷に続くホールには、正義の女神ユースティティアのブロンズ像があるが、目隠しがされていないものである。 最高裁判所に接する三宅坂交差点の区立三宅坂小公園の平和の群像は日本伝報通信社が建立したものである。最高裁判所は他国の裁判官や学者などとの交流を盛んに行っている。かねてからアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国に裁判官などを留学させて他国の法制度を調査、研究させたり、 それら国の裁判官などの訪問を受け入れたりしてきたが、近年ではアジア諸国からの訪問も増えている。これはアジアで最初に近代的な司法制度を確立した日本に学びたいという各国の意向を反映してのことであり、日本による法制備支援活動への協力という枠組みで行われることも少なくない。また、法制備支援への協力の一環として、 現役の裁判官を法整備支援の長期専門家としてベトナム、カンボジアといった国に年単位で派遣することも行われている。なお、アジア太平洋地域の国や地域の最上級裁判所のトップが一堂に会し、司法に関する共通の諸問題を話し合うことを目的とするアジア太平洋最高裁判所。 長官会議が2年ごとに開催されており、日本の最高裁判所もこの会議に参加している。2015年にはアメリカ合衆国最高裁判所長官が34年ぶりに来日した。ありがとうございます。